今日はどうもありがとうございました。私も最近ですね、大川先生がいろんな書籍を、この特番に対して下ろしてくださって、昨日も民主党国、報告論を読んでて、はい、本当にこれから、手が震えるぐらい、もう恐怖を感じたんですよ。これから本当にこの国語に対して、国難に対して、我々は何していかなきゃいけないのか、なんか本当にもう怖くて、今でも手が震えてますけど、恐怖を感じました。そして、今日の説明で、幸福主権法の行動政策を見て、ぜひやっていかないといけないと、ほんのすぐと思います。そして、幸福主権法が、いざ政権を取ってですね、この日本を、国難と守っていくとして、国防力の強化っていうんですか、これは具体的にどのような強化になっているのかなと、何点か教えていただければありがたいので、またどうなんだよって言ったら、圧倒的な武器を作って、これどうかっていう、よくこの会議ですけど、その辺は、具体的に何点か教えていただけるとありがたいと思います。ここは許可の具体的なところですね。ちょっと生々しい話になるので、お話ししてなかったんですけれども、ここ許可というのはいろんな側面があるんですけれども、一つは先ほど申し上げました一番大きなところはですね、外交戦略なんですね。外交安全保障と言いまして、例えば日本がインドと軍事同盟を結んでたらどうなるかというと、中国が日本に侵攻してきても後ろから中国が叩かれるということで、おいそれとは出てこれないんですね。で、このやっぱり安全保障において一番重要なのはこの、まず国防政策、特に日米安全保障、これはもう絶対引き止めてですね、やっていかないといけないんです。で、よくですね、右翼の方からはですね、対米従属だと、このアメリカにね、ポチのように犬のようにですね、ついていく、そういう姿勢はおかしいんじゃないかと、日米同盟ですね、言われるんですけれども、そうではなくてですね、やはり日本を守るためには、逆にアメリカを使っていくぐらいのですね、やっぱり外交戦略が大事なんですね。で、アメリカ、あるいは外国のこの、インド、ロシア、こういうですね、外交政策を、まずこれは戦略レベルなんですね、戦略レベルとしては、しっかりと外交を固めていくということであります。それから戦術レベルとしては、戦術レベルというか、その間としては、まず憲法9条を改正しないといけないんですね。で、日本は憲法9条がある限り、どれだけ武力を強化しても戦えないんですね。これはどういうことかというと、今の、自衛隊というのは、警察官の延長なんですね。で、公務員なんです。兵隊じゃないんですね。どういうことかというと、警察官と同じで、正当防衛しかできないんですね。自分が撃たれてからしないと撃ち返せないと、いうことで、自由な行動ができないんですね。前もスマイル海で日本のタンカーが、海賊にですね、攻撃されたときに、自衛隊は助けられなかったんですね、法律がなかったんで。で、近くにいたドイツの船が日本のタンカーを助けたということだったんですけれども、本当に今、自衛隊、手出しができない、自分の判断で動けないと。これは憲法9条なんですね。自衛隊というのは存在、軍隊は存在しないことになっている。だから憲法9条を改正しないといけないんです。で、これによって、まず自衛隊のこの手数、足数があってですね、こういう時でないと動けないっていうのがものすごいあるんですけれども、阪神大震災の時もですね、自衛隊すぐ動けなかったんですね。もう何十時間かしてやっと動けたんですけども、そういういろんな縛りがあるんですけども、それをすぐに動けるようにしてあげる。これが法律的なボトルネックの解消のところであります。それから自衛隊の強化のところであります。で、これは国防費を10年で100兆円レベルで投資していくべきであると。年間10兆円ですね。年間10兆円レベルで投資していくべきであると。で、まず海の防衛の脅威があります。で、海防を強化していかなければならない。2015年に中国は、この先ほど出てましたね、ワリアングという空母が、艦隊が出てきます。で、空母というのはもう要するに空軍基地が日本のすぐ近くまで来れちゃうと、ずっと何かもできちゃうと、こういうような状況になってしまっては、非常に日本の、もう制空権、制海権というのを取られてしまうということになるんですね。
そのために対抗していくためには日本は空母を持たなければなりません。空母少なくとも4隻は必要であります。で空母艦隊一つでですね、2、3兆円ですけれども、この空母艦隊というのをやはり日本海に浮かべていかなければならない。それから原子力潜水艦、これはどうしても必要ですね。中国も持っています。さっき出てましたけど、原子力潜水艦の写真がですね、これを持っていく。そして何かがあったときに直接ですね、見えないところから攻撃していける。これが大事であります。それから空の防衛も大事ですね。でアメリカが F-22 というのを、この見えない戦闘機ってあれは全然大事ではない。これを撃ってくれなかったんですね、防衛秘密の問題でですね、撃ってくれなかった。だからこれをですね、もっと見えない、今のある F-15 っていうのを、改造してですね、レーダーに映らない機体にする。そういう改造もしていかなければならないと。で、日本も今、見えないスペース機っていうのも、シンシンっていうですね、機体も、改造で、しております。こういうものを持っていかなければならない。そして、やはり最後にはですね、この、抑止力としては、ミサイルを持っていないといけないことになるんですね。日本は今持ってないですけれども、もし撃たれたら、撃ち返す余裕があるんだと。これを示す。こちらもミサイルを持っているんだと。それ核弾頭でなくてもいいですけど、ミサイルを持っていることによって、この相手が、こう撃つのを躊躇すると。こういう、状況に持っていかなければならないと。こういう、やっぱり、こう、兵力の強化というところも大事であります。ただ、10年で100兆円レベルのあればですね、今、アメリカが空母艦隊も次々退役していきますので、それでも中国の空母とか売ってもらえばですね、次々日本を増強していくことはできます。したがって、この日米同盟を堅持しつつ、やはり防衛を普通の国並み、別に軍事大国にする必要はないんですけど、普通の国レベルまでしていく。これが大体10年で100兆円ぐらいの投資が必要になっていきます。このやっぱり防衛の整備、これはもう軍事ファンド、これはアメリカもそうなんですけど、ファンドですね、ファンドというお金を投資をですね、集めていく、それによって、また、それを今度、またリターンしていくというような仕組みがあるんですけれども、こういう形でお金を集めてですね、国防を充実していく、普通の国並みに充実していくという計画は、国立検討も持っております。これによって確実に守れるというレベルまで、していかなければならない。もちろんミサイル防衛システムも必要であります。これも全然今のレベルで役に立ちません。今、核ミサイル撃たれても、日本は防衛できないです。今のですね、ミサイル防衛システムというのは、もう、飛んでるボールをボールで打ち落とすような感じで非常に難しいんですね。これはやっぱり何回もの、レベルでですね、打ち落とす、そういうミサイル防衛システムも必要になってきます。そのためには、軍事衛星といってですね、どこからミサイル撃ってくるかという情報も必要になってきます。そういう、やっぱり総合的にですね、防衛を、予防強化していかなければならない。それによって国民を安全を守ることができるんですね。我々は全然もう海外に侵略するとかですね、軍事大国にしたいというのは一切ないですけども、政治が国民を守るというのは当たり前のことなんです。もう先ほどから申し上げているとおり、本当に当たり前のことを、当たり前に政治家を行う、政治家を行う当然のことをやっていく。それが我々国立検討所の、目指しているところであり、必ずこれは実行してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしい